山田に合わないですよ。五十嵐でした。よかったです。リスワン取り来てないですね。今つけたらあれでしょ、9時回っちゃうでしょ。あ、取れるのリスワン、どうなの。8時またいだから12時超えれたら、あ、そっか、そういうことか。山田はいいよ。山田はいいって。いい。養分が飯食うかって。いやー、ちょっと恐れ多いですよね。ちょっと恐れ多い。俺のアンチコメだらけになっちゃうから今日はやめとこ。今日切られちゃうから。タラダさえ切られてるからアンチコメだらけになっちゃう。飯食っててもアンチコメで埋まっちゃうから今日やめよう。ミリちゃんし今日やめようよ。ねえ、もうすごい切られてるから。さらに切られた。すいません、ごめんなさい。いやー、だってもうカバ帰れて埋まるじゃん、だってねえ今日やめようよ。大丈夫？何大丈夫で、山田は心を拾って。いや、山田のことじゃないです。スノーキャッスルドン作らすこい。あー、ありがとうございます。特命さんありがとうございます。山田は関係ないです。あ、パルめっちゃ叩かれてる、すいません。あ、養分誘ってないんだって。今日花火一発も飛んでないじゃないんだよ。今日は飛んでるんだよ。飛んでるのよ。パルも地獄だった。コメランがそう、もう今日めっちゃ飛んだのよ。シノさんドン作らすこい。やります。スノーキャッスルです。山田はいいよ。山田はいい。香川さん8000玉カード紛失、事件じゃん、事件。山田はいいって無理無理無理。山田いらない。カード見つかった、 OK、 ありやす、よかったよかった。企画中なのにすいません、本当にごめん。お、来ましたよ、来ました。お久しぶりです。まさか大阪で、ありがとうございます。まさかね、大阪で会うと、大阪で会うと思わなかったですね。キチョピが来てくれました。初
パチンコやんなかったんですか。やんないっすね、僕は。やめたんですか。やめました。なんか今から山田ってのが来るって言うんだよね。ちょっと怖いな。じゃあ機長さん行ってくれる、ちょっとボディーガードで誕生日は行かないといけないですよ、ボディーガードで。誠治さんに会い、変なやつが来るらしいんだけど。誠治さんに会いに、わかんないけど。何しに来るんですか。わかんない、嫌がらせじゃない多分。うん、そう、コメントスルーされた機長さんにラスコイだけ、ラスコイって言ったのに、うん、山田が来るってずっとテロップに Z って入れてますよね。入れてる、あれがうざいわ。まさか大阪で会うとは元気でした。元気だったよ。ええ、山田はいいよ。切れてんすか、誠治さんに。いや、わかんない。どんな感じなの、山田って。何目的かよくわかんないですよね、誠治さんに会いたい。何をしに行くの、山田は。うん。理由がわかんない、ね。わかんない、わかんない。絡みたい。どうやって絡む？売名しただけ？よくわからない。マンスリーいいよ、かさん。ねえ、いやいやいや、スターですよ、ふわっちの皆さん。スターです。僕30位です。イベントないじゃないですか。だって34位です。僕雑魚です。すいません。でも今日ミラクル出しましたよ。スノーファンタジーの10個投げ。10個投げ、10個のミラクル。ファンタスティックの上があるんですよ。ミラクル、ミラクルって10個5万円の一撃、5万円のアイテム飛びました今日。そんなのあるんですか、あります。ミラクルって、ミラクル、ミラクルのリアクションはなんか違うんですか、ファンタスティックと。もちろんやっぱ一緒です。緊急状すいません、一緒でした。変えないですか。ええ、一緒でしたね。すごかったですねエフェクトは一緒なんですか。エフェクトはミラクルってこう文字が出るだけ。そう、へ、ええ、ありやす。それで今総合2位です。あ、サブイベの、サブイベ総合2位です。太郎さんが1位。太郎君強いですね。強いです、うん、初コメいらっしゃい。山田は火薬の家に不法侵入しました。で、誠治ボケかすじじいって言ってた。痛めつけてやるよボケかすじじい。そういうさ煽り系なんだ。煽り系だるいわ。煽って煽って仲良くしようと。うん、だるくないそういうの絡むメリットある。来いよとか言って、そういうやつどうしたらいいですか。どうしたらいいの。どう対応したらいいの。うん、ありやす。パス。マジだるいわ。いらなくない。俺のうんこはそんなに食いたいか。マジで。ちょっと最初にエヴァ打ってきた。エヴァ5時エヴァ打った。まだエヴァ5時、エヴァ5時ここでは打ってないですけど打ちました。打った。どう、面白い。僕は1万発で打ちました。あんまり通常が面白くないです。うん、いや僕いらない。僕出ていくんで、もう9時半には出て。俺が呼んだのよ、うん、来てって。山田が来るからうん、めちゃくちゃディスってる俺のことめちゃくちゃディスられたわ。でも俺さっきまるちゃんと和解してさ、いたんすけど、マジアンチ増えたかも今日マジで企画潰しちゃって。いや首突っ込まない方がいいかなと思って、うん、見てたんですけどね。めちゃくちゃディスられたよ俺ね。えすごいアンチコメ。うん山田の面白い。あ、そう、機長さんいます。なんかいろんなハトが飛んでるよ。なんかね、養分が飯行こうとか言ってるとか、あ、うん、もうそれ嘘だよとかさ、うん、なんか9時まででしょパチンコは。そう、9時までで終わりなの。だからもう終わるんじゃない、帰ってくるんじゃない。ゾロゾロ3人でご飯行くっていう。そうそう、で一番負けた人が飯代を払うらしい。うん、
いやいや山田はいいやつだよとか言ってる人いるけど大丈夫かよ。俺の悪口言ってるらしいよ。うん、いらないでしょ山田とか。うん、悪口言ってるじゃん。配信者が何人か揃うと悪口大会だよ。そうヘイトの向き合いになっちゃうから。コメントがね、そう向かってるよとかさ、もういいよ山田は。うん、沸かすとか言っていいよ、もう来なくて迷惑だよ。マジいらないから。ここは今からちょっと弁天に行かないといけないです。弁天、弁捨て、いや、弁天、あ、弁天町。ピーヤマくんの家はパチオチの家のめっ、あ、そうなんだ、近所なんですよ。ピーヤマくんち行くんだって。スノーキャッスル、ドンチキシロス、ありがとうございます。お祝い、お祝い。鳩死んじゃいで、どれが鳩かわからない。山田が来るってのが まず鳩なんだ。山田は来てないんだ。うん、どれが嘘かわかんない。山田が来るの、それは本当なの、嘘なの、それは。うん、来るの、来てます、本当かよ。何しに来るの。喧嘩しに来るの。何送ってあげたらどういうこと。ああ、機長さん、あ、そうする、弁天町まで送るわ。八王子になんか用事あるんですか今日。ないないない、弁天町送るわ。うん、で山田くんが弁天まで込みかけて、いやいやいや、誰そうする。じゃあ機長さん荷物は、うん、こんだけ、これだけホテル置いてきたんで。あ、そう、じゃあ機長さん運転してもらおうか。あ、いいっすよ。いい、弁天まで行くか。これどこ住所。駅で、駅、弁天町の駅でいい。はい、本当近くなんで。マジで、へえ。じゃあ弁天町まで行くか。パチンコ打たなくていいの。いや、もうやめました。やめたの。打ったの、ちょっと、ちょっと何打ったの。7つの大罪を。あら、ダメ。ダメです。あ、あれだよ、リプキンだよ。キピさん。どっちだ、大阪メトロと JR の方。弁天町駅ですね。南口でいいの。じゃこれで。ただただ、うん、さっき払ったよ。で、30分以内だから、ただ。ああ、大丈夫で、行こう。これいいか。これサイドブレーキは、サイドブレーキかけてない。え、せいざ今大阪に泊まってんすか。泊まってないよ。神戸に帰ってんすか。そう。飯はいいや、ハルちゃんと飯は。俺のアンチコメだらけになっちゃうから、カバ帰れとかカバいらねえとかなっちゃうから、視聴者の悪口をブロックしますからね、書かないでくださいね。
55号さんチェックしますよ。55号さんダメですよ、書いたら、そういうこと書いたら。あ、歯当たりです。山田の歯とブロックできないよこれ。これ全部かかると全部になっちゃうよ。全部なっちゃう。うん、全部になっちゃう。うん、あ、なかなりしました。今日ゼロワンと喧嘩してないですね。うん、誰と、機長さんと。松田の悪口はいいよ、電話しとか意味がわからん。俺のんこ食わしてどうすんの。うまくないですよ。うん、機長さんとも和解しました。いや別に喧嘩してないで、喧嘩してましたね。コメント拾ってくれなかったから拾われてんのかなと。うん、山田は潰さなくても潰れると思うよ勝手に。うん、拗ねちゃった俺。泉さんと同じことになった。泉状態。泉状態です。うん、喧嘩はしてないですけど。三七をチェックします。ダメですよ。悪口。あ、ドンツクラスコイ。あ、ありやす。あ、そういうことね。そういうことね。ありやす。間違ってね。リップカバンに入ってさ、何リップとかしちゃうんだ。ボタンがね。うん。運転はね、あれ機長さんやってくれてね。あ、三浦さんドンツクラスコイ、ありやす。こんばんは、ありやす。たまにある37よ、何言ってんのこれ。あ、パルリスナーさん、ありやす。あ、ありやす。え、なんてなんで、ファルリスナーさんからお礼コメント来てた。あ、マジっす、ありやす。377号さん、何言ってんの。あ、三浦さん、どんつくらすか。なんつってんの、377号さん。なんて55号さんとか、何を言ってる。ゼロワンさん、配信してないですね。昨日、エキリストさんとコラボしてスノーキャッスル、どんつくらすこい。ありやす。あー、貴重リスナーさん、ありやす。セレブの方、セレブの方、ありやす。三浦さん、ドンツクラスコイ、ありやす。はい、すごい。スノーキャッスル、ありやす。なんて言ってるの。貴重、気づかせない。あ、貴重リスナー帰れ。あ、ダメだ、375さん。それはダメだわ。貴重リスナーさん、投げてくれてんだ、お前。ダメだお前。お得意さんがいい。え、374号さん、ダメだよ。分かった。うん。あ、篠さん、どんつくらすかい。スノーキャッスルです。お得意さんだよ。視聴リスナーさん、すごい投げてくれるからね。うん、そうだよ。アイテムで流れちゃう、アンチコメが。機長さんって知らないの。あのマンスリーランキング2位だよ。55号も機長リスナー番組って。ダメだそういうの、民度が低すぎるよ。ちょっと55号さん、どうしたの。うん、やめて。うん、機長リスナーさん、ゴミなんかじゃないからね。素晴らしいリスナーさんだよ。マンスリー2位なんか取れないよ。55号なんか怒ってる。篠さんだ、どうしたどうした。55号さん、なんて言ってるのあなた。どこ。あ、ダメ。55さん、いちいち送らない。ダメだよお前。バルス、バルスしました今。55号さん、うん、ダメですよ。わかりました。山田と合わない、合わない。うん、このまま神戸帰っちゃうんですか。もう神戸帰っちゃうよね、俺。うん、山田って、な
追っかけてきてんの弁天町まで山田こっち来てんの。もういいだろう、来なくて。もう来ないでいいよ。いや逃げるもクソも、あの会いたくないんだから。会う約束もしてないんだよ。逃げるのはおかしいでしょ。うん、454チェック454。なにこれ、オバハンシ調子の、オバハンシ、なんだこいつ。オバハンシの、あ、シノさん。あー、ダメだね、これは。そういうことだ、バレスシノさんの悪口ダメよ。悪魔チャリアスユンさん、くまちゃんです。八王子のとこに行くの。もういいだろ今日は、うん、プラチナになっても絡みません。絡みません。なんで絡まなきゃいけないの。やめて。なんだその昭和、てめえ、昭和が令和を支えてるんだよバカ野郎。おかてめえはバレスしよう。なめんなよ昭和。昭和の人間がね、令和を支えてるんですよ。わかります。バレス忙しい。だからデモレーターいる。僕のアカウント貸すからさ、やってくんない。そっちでデモレーターいるわ。これツイキャスはできるんですよね。うん、アカウントのパスワード教えるから。デモレーター、まあモデレーター、モデレーターモデレーターいるわ。これ逆なし。デモレーター、モデレーターいる。モデレーター、デモレーターって、モデレーター、いい、ちょっとやってくれる。マジでマジ大変だわこれ。モデレーターいるわ。でも起こされちゃう。あ、カルッチやってくれるこれ。ちょ、マジだるいわこれ。変なのいたらバルスしてくれないこれ。すごいよこれ。デモレーターしてくれる。みっちゃんにやってもらうか。みっちゃんに、ま、山田は会いたいなんて言ってないんだ。言ってないの。あ、カルッチやってくれるじゃん。パスワード教えるから。マジログインしてさ、ちょマジで どれをバルスしていいかわかんねえよこれ。482473。どれ482、てめえどこ482、どこにいる。お前は支えてないやろ。引かず、セーフです。セーフ、これはセーフよ。これはセーフ。しょうがない、封筒出しちゃったんだから。うん、あとはどこ。セーフです。うん、みっちゃんがやってくれたら楽なんだけどな。これみっちゃんも忙しいからな。ご飯作ったり風呂入らしたりやってくれるだか。大変だこれ、荒れちゃうと。うん、モデレーター、まあ気象さん運転してくれてるよ。いいなこの車。いいでしょ、運転しやすいよ。いいでしょ、全然違うでしょ。俺も楽だった。同じ車と思えない。同じ車と思えない。そうなんだよ。そうなんだよ。買い直そうかな車。全然違うでしょ。車ってさ、お金出したらさ全然楽ない、ね。うん、374チェック374。はい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 、お疲れです。うっせえな機長さんの車ね。ちょっとポンコツすぎて、うん、ダメだよ。買い替えないと。マンスリー2位なんだから。あの機長さんに買ってもらいたい車が、でも機長さん軽しか買わないからさ。何ですか、ちなみに。プリウスの新型。新型めちゃくちゃかっけえから。モデリスタのエアロ組んでさ、めちゃくちゃかっこいいよ。500万ぐらいするんじゃないですか。いや400ぐらいいける。うん、あれマジでかっこいいよね。
400でいけるんですか。400ぐらいでいけると思う。プリウスの新型ちょっと買ってほしい。静かだし、車載するんだったらノイズも入んないし、でアイドリングもさ静かじゃん、はいはい、絶対プリウスいいと思う。新型マジかっこいいよ。前も後ろもかっこいいよ。変わってますか顔も。顔もマジイケメンだし、後ろも超スマート。もう機長さん、本当に似合うと思うよ。278号さんバルスなんて書いてるもう。あ、手に入んないっすよね。1年か2年待ちだっすね。うん、あ、バルス。え、どうせゴミの貴重リスナーだからバルスしなくてバカじゃないのお前。アホかお前やっとあれ税理士が見つかったんですよ。あ、見つかった。見つかったし、じゃあ俺もその人に頼むかな、うん、来週頼むわ。その人来週会うんで。会う、はい、家に来る。じゃあ話聞いといてくね。同じ人がいるんですけど、立候補制にして手を挙げてくれた人なんで結構自信があるみたいな、うん、あ、自信ある。その人にやってもらうか、俺も市長さんにね。頼む気あるよ、あるよ。でもマネージャーにも頼んでんだよ今、うん、マネージャーがその帰ってこないからさ、どうなってんのって帰ってこないからマネージャー頼んだんだけど、それでどっちか一回選ぶわ。市長さんが一回行ってさ感じが良かったやつだったら市長さんに頼む。リスナーさんが教えてくれてんだよ、俺が目が届かないから。不快なやついたら513ね、22651 大変だこれ。ええ513226、これモデレーターいるわ。どこ行った、どこ行った、どこだ、なんて書いてるの。226226、どこ226、わかんねえ、どこだ226。え、紙が新型ダサい、こんなの全然バルスじゃないあのさ、ちゃんと見てよねえ。新型全然かっこよくないっていうコメント、どこがバルスなのバカかよ、もうやめてよねえ、やめて、もうもう番号書かないで、もう518518、どこどこ、何もできないんだよこれ。どうしたらいい、どうしたらえ、じゃ過保護すぎるよね、過保護すぎる。あ、どん作り扱いリスワンチャレンジ、今日5回目ですね、6回目かな、狙ってます。リスワン、あ、間違えた、運転中だからさ、ちょっと、うん、疲れちゃうわ。新型ダサくないからやりづらい、これもう流す、もう連投だけバルスする、これ、うん、疲れるわ。ついちゃうな。ついちゃう、いいよ。やっぱ止めて、なんか時間あるんですよ。それはね、配信外でお祝いするってこと。いや、もう配信つけてるの。ツイキャスでやってる、まあ、10時に行くねって言ってたんで。あ、そう、うん、もう番号書かなくて、385さん、もう 俺が目に入ったやつだけバルスするわ。目に入ったやつだけでね、うん、もう書かなくていいよ、385さん、目に入ったやつだけ、うん、鈍ってるセーフです。ファイターなんつくらすかい、はい、おー、マッサーマリアス、マッサーマレ、今日あのイベントアイテム欲しいのに、イベントアイテム、マッサーマー、イベントアイテムがいいのに、雪のやつ、雪のやつ、雪のやつがいい。マサマ来た、うん、雪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 のやつがいい。スノーファンタジーとかスノーキャッスル、マサマ、あれだけ勝ちダメだよ、スノーマン絶対勝ちダメだよ、1個ずつしか投げれないからスノーファンタジーかスノーキャッスル、ああ1個ずつなんだよね、スノーマン、ウサギと一緒か。そう、ウサギと一緒。マサマいけます。あ、シノーさんどんつくリスワンね、リスワン取れればいいけど、また炎上とか入るとエミ太郎も復活するし、
エミタルは撮ったのかな、アリスは。マサもこの時間珍しい、珍しい。シノさんどんつく。今のやつ行きます、マサマ行ける。今日レディースデーでしょ。エミタロが明日か明後日復活するから今日レディースデーなんだけど、これ持ち越すの。六本木行くか、移動中無理か。いや移動中でも行けるっしょ。マサマ、マサマお願いします。スノーファンタジーかスノーキャッスルお願いします。あ、今日せいぜいレディースデーって。そうだから今日は取れないんだけど持ち越すのよ。あ、日をまたがないといけない。8時過ぎたでしょ、はいはい、8時過ぎて4時間やったら、あ、そっか、持ち越されるでしょ。じゃあだから今から狙うんだったら今から明日の12時までぶん回さないといけない。総合はまだ始まったばっかりだからまだ先なんですけど、お願いします。マサマスノーファンタジーお願いします。あ、これデイリーを取らないといけないですか。じゃあこれ総合、総合デイリーは今1位なんだよ。総合はそう、総合今2位なのよ。太郎さんが1位。あ、リスワン欲しいよ、ずっと狙ってんだ俺。うん、太郎に負けてんのよ。リスワン明日今日はレディースデーだから持ち越して明日にちょっとプラスアルファしたいね。これ止めちゃっていいですか。あ、いいよいいよ。ファンタスティックです。え、投げれるのか。なんでファンタスティックできるのこれ。あ、できるのか。え、スノーマン100個いけるのこれ。あ、マッサーもありです。お前がさっき見てください。外枠外枠外枠マッサーさん、いけるのかこれ。1個ずつじゃねえのかこれは。それ安い方っすね、安い方。まとめなきゃできるんだ。当たりが出たらスノーマンすごいんだ。じゃあマサマちょっとスノーキャッスルのミラクルちょっといいっすかね。ミラクルいいっすかね。これ安い方なんで、ミラクルちょっと欲しいんですけど、ミラクル。どうやったらミラクルになるんですか。ファンタの倍、20個だから1000円のやつだったら200個でミラクル。そう、1000円のやつを20個で5000円のやつが10個でミラクル。マサマいいっすかね、ちょっとマサマ。え、スノーマンもファンタスティック4000円もする。あー、ボーナスタイム終わっちゃった。なんかスノーマンで蓄積して、うん、ボーナス中にズドンが一番効率いいんでしょ、これは。そうですよね。そういうことだから、投げるんだったらボーナスタイム中にミラクルがいいんですよ、ボーナスつくから。お願いします。エミタロもさ、リスワン狙ってくるかな。まだ取ってないのかな、あの子。そうなんだ。さっき総合1位じゃないですよ、ずっと2位。それずっと2位取れないのよ。エミタロどう ?1 位取ってる?リスワン。明日狙えない方がいいよ、リスワン。エミタロ?取ってないわ。まだ取ってないんだ。うーわ、エミタロと一騎打ちだじゃあ。取ってない。セルリアンタワーに変更しに行ってる。あ、渋谷行くんすね、渋谷。まだ取ってないのか。いやー、俺が今から頑張るしかないな、リスワン取るんだったら。セルリアンタ大好き。まさまキャッスル10個とかいけないですかね。キャッスル10個。あ、剥奪されてんのか。うん、お前のせいでパルパルめちゃくちゃ戦って、すいません、切られてるの。なぜ行くの、すいません、謝りました、ごめんなさい。まさまいいですかね、キャッスル10個。その上もあるんですけど、ミラクルって、ファンタスティックの上がミラクル。もうちょいで1位なんですよ、マサマがいたらね。ねえ、もうちょっとで1位取れるのに。これマサマダメ、今日はダメ。スノーマン100個で終わりです。もうちょい忙しい、ダメか、ダメ。
もうちょい1位になるとね、あの名誉が箔がつくんですよ。今日で終わりじゃないでしょ。まだなんですけど、ですね、まだなんです。今日中にちょっと1位取っておきたい。1位を取っておきたい。2位なんですよ、ずっと。兄さん、これ、それ、スポーツカーみたい。そう、めちゃくちゃかっこいいでしょ、プリウス。マサマお願いします。ダメですかね、セルリアタワーに行っちゃうんだけど。ダメ、機長さん来てくれた。今来た人、僕とスイさんが伝説の若い人みたいな。ああ、そういうことだ。パルちゃんと、そうそうそう、パルちゃんと和解しました。でちゃんと迷惑かけたから、香川さんと養分さんに謝りに行きました。ああ、頭下げました。タバコ吸いすぎ、俺マジでめっちゃ吸うから、か咳がすごい。なんかしたっけ、あの喧嘩しましたね、喧嘩。なり合いっていうか、まあなり合いっていうか、しゃあないっすね。え、仲いい方がいいでしょ、ずっと仲悪いよりかは。あー、パワーさん、ドンツク、ラスコイ、パワーさん、お父さんいますよ。仲良しの方がいいでしょ。でも和解はするけど悪口は言うよってさ。じゃあこれさ、広角つけたいんだけど、これ剥がれちゃったのよ、シールが。だから変なね、パンパンパンってなるのよ。これつけてもいいけど、燃やるんですね。そう、いいっすね。いい、つけなくて、はい、これあるんだけど。和解しました。ツナはいいって、もうほんとツナ好きだね。ツナはずっと あそこでしょ、三重県にいるんでしょ。うわスノーキャッスル5発、お前がアラブ石油ビリゲンスドバンクスマスコイトップ社長がいないとやってきな、ハーサスマスコイ回します。さらに回します。いつもより多く回しますラスコイ。社長ありやす、パワーさん3つラスコイ。そりゃこれ1位いっちゃうんじゃないの、これ1位来た。今ボーナスタイム中か。いや、ボーナスタイム、いや、まだなんだよな、総合まだまだまだ強いな、太郎くん。もうちょい、あ、もうちょいだわ、もうちょい、もう一声ボーナスタイム中に抜いてよ、誰か。もうちょいで抜ける、わーい、お前がアラブ石油ビリゲンスとトバクサマソシタとか社長がいないとやってくれない、ハーサスラスカイ、わーい、お前がアラブ石油ビリゲンスとトバクサマソシタとかシノサイナでやってくれない、シノサス、そーりゃー、うわ、もうちょいだわ、これもうちょい、1位来るぞ、これ1位来た一来たら、ラスコイ、かっこよすぎる、ラスコイ、ドンツク、ああ、レス、貴重リスターさん、これ。あ、マジで今日なんか投げてくれた。めっちゃ投げてくれた。マジっす。一来た、うわーい、お前がアラブ、石油、ビリゲンス、トマクさんも差し替えたパー。マジで、パワーさん、そうみゃ。ラスコイ来た、うちら最強だからマジで。セット会ありやす、やば、いいんすか、うわーい、お前がアラブ石油ビリゲンスとトマクさんも差し替えたパー、社長からやってくれ、ハーサス、回します、さらに回します、きた、えぐっ。